ですね、刀の竜の門と登竜門バサラの皆さんです。どうぞ。昔々ここ樽井は戦国武将平塚為広が治めていました。今日はその話をしましょう。久しぶりに見たの。今さら何をしに来たのか。秀吉様、お願い事がございます。平塚為広殿の奥さんをお許しください。あいつはな、あいつはわしに立てついた挙句に飛び出していったのだぞ。それをのこのこ戻ってきたのを許せと申すのか。以前については為広殿も思うところがあったのでございましょう。それでも秀吉様のもとに戻りたいという気持ちをくんでくださいませ。私がそこまで申す。何とお願いいたします。あいつはな、悪事と思うたことにはたとえ相手が誰であろうとも必ず意見しおる。それが的を得ている時にはなおさら腹が立つのじゃ。しかしそういう男が一人ぐらいそばにおらんといかんのかもな。それでは。平塚為広の貴様を許す。あやつほどわしを怒らせた男はおらん。だがあやつほど信頼できる男もおらん。よしてはっ、仲良くしておくのだぞ。ありがとうございます。義継の取りなしもあり、為広は秀吉配下となる。為広と義継、秀吉の下で天下統一を支える、公私ともに良好な関係を築いていった。時は流れ、秀吉は死に、次の天下人を狙う徳川家康と豊臣家を守ろうとする石田三成の間で争いが始まろうとしていた。西軍4万に対し武士に守備兵1800、圧倒的な兵力差であったが、堀井元忠以下守備兵の士気は高く、落城までには時間がかかった。
気で戦ってはいなかったのかもしれないな。なあ横田、お主もそう思わんか。まったく同感です。秀明殿、それはちと言い過ぎではありませんか。なんで貴様は身のたる以上し平塚為広にござる。知らんな。知っておるか。いえ知りませんな。知らんで結構。ではな、これだけは申し上げておく。この城でね、敵も味方も死力を尽くして戦った。僕に大将を取り戻ったのはあっぱれなる最後であった。ここにいられる我らが豊臣家の御為、命を捨てる覚悟はできております。秀吉殿の甥御であられる秀吉、果たしてその覚悟は終わりか。無論じゃ。食べるであら、無礼だ。さあ秀吉様、本陣へと戻りましょうぞ。さすがは為広殿、誰であろうと道理の通らぬことにはいさめる。昔を思い出しますな。それが過ぎればまた浪人になりますよな。それにしても秀明殿の動き気になりますね。何もなければいいのですが。西軍の兵力は東軍に十分対抗できるものではあったが、その内情は一枚岩と言えるものではなかった。東軍総大将徳川家康が東海に現るとの報を受け、西軍諸将は関ヶ原にて東軍を迎え撃つことに決めた。慶長5年、西暦1600年9月15日、その日、関ヶ原は西軍東軍合わせて総勢15万の大軍に包まれた。いよいよですな。この戦が豊臣家の行方を占う大事な戦となりましょう。しかし気がかりなのはやはりお前か秀吉。万一に備え脇坂小林殿は聞くことないであります。申し上げます。正面より東道大地突貫できます。そうか、我らの相手は東道高虎か。相手にとって不足はなし。皆の者出陣じゃ。軍戦もあり、東道隊を相手に優勢に戦を進めた。他の西軍諸将も東軍の攻撃を退け互角に戦っていた。為広殿、戦局なに、五分と五分にもなる。小早川、毛利はまだ動かぬ。石大臣にございます。小早川隊が我が方に向かってきております。秀明め、やはり裏切ったか。
小早川を通してもならん。脇坂赤座で小早川に向かうのだ。いつでございます。お味方が裏切り小早川のことであろう。それは分かっておる。いえ、それだけではございませぬ。脇坂赤座も裏切りました。そうか、あの者たちも。義経殿、この戦ここまででござるな。食べ広がり、すまん。負けに戦に巻き込んでしまう。何、お気になさるな。橋が月でついてきたまでのこと。それに義継殿には昔秀吉様への帰参を取りなしていただいた恩義があります。知っておられましたか。雨広殿は武勇のみならず主であっても理不尽があれば諌める。そんな生き方がわしの憧れです。立ち回りもできぬバカ者でござるよ。さあ、この場は拙者にお任せくだされ。雨広殿はいかがなされるおつもりか。ここがわしの墓場でござれば。さようですか。ではわしは一足を先に陸道の辻にて秀吉様とお待ちするとしよう。よし、どうも。ではまた。大谷を次を探せ。打って手柄でいたするぜ。よし、次の手が欲しくば。まず我が首を取ってからです。なんで貴様まだ生きておったか。そう、小早川の腰巾着だ。お主もな。もはや勝負は決まったのだ。貴様は無人なら潔く死ぬぜ。ただ世の流れに従うようなものは無人ではない。こびて生きて我が手柄となるがいい。少ない
軍勢よ、わずかな手勢で三度も押し返した平塚為広であったが、関ヶ原の戦いに散った。しかしその子孫は壁を残し、女性運動家平塚雷鳥を輩出するなど、長きにわたり輝き続けている。やった甲斐があったなというふうに思います。本日はありがとうございました。